魔法。何これ。何があったんですか。何者かが侵入したらしいんだ。泥棒ってことですか。私が来た時にはこの状態だったの。もしかしたら企業スパイの類かもしれないわね。こんな何もないところで。とにかく魔法、君も何か盗まれていないか調べたまえ。はい。ドダイ、何か取られていたものはあったかい。いえ、私の方は何も。教授たちは？こちらも何も盗まれてはいないようだわ。PC の中も確かめてみたが、第三者にアクセスされた形跡は見られない。本当に何も取られてないかい。はい。そういえば真帆、君のノート PC はどうした。もしかして盗まれたんじゃないか。あれならホテルに置いてあるから大丈夫です。そうか、ならいいんだが。どうする、警察に連絡する。何も取られていないならことを荒立てる必要はないのかもしれないな。そうね、少し様子を見ましょうか。あの教授、実はお願いがあるんです。よし、あとは。そうだわ、確か彼。
すみません、真帆先輩。私のために。ううん、あと少しでできそうだから。それにこれは私のためでもあるんだし。それにしても携帯電話を使うだなんて普通考えないわ。たとえ考えついたとしても実行に移そうなんて思わない。携帯は話すときにどうしても受話器をこめかみ付近に近づける必要があるからな。こめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉がありますからね。側頭葉の海馬傍回が記憶を貯蓄する場所だと考えると妥当な判断かと。問題はどうやって記憶を圧縮させるかよね。それについては目下僕が毎日徹夜で頑張ってるわけだが。すまないな、ダル。しかもハッキングがここからだって絶対にバレないようになんて言うから大変だっつーの。他のバイトだってあるのにさ。にしてもさ、オカリン、彼女ほんと別人みたいなんですけど。ああ。それにしてもこんなラボで本当にタイムリープマシンを作ってたなんて、実際にタイムマシンを目にした今でも信じられないわ。でも人間の記憶を丸ごとデータ化して過去に飛ばすなんて発想はすごいですよね。さすがは真帆先輩。その言葉そっくりそのままあなたに返してあげるわ。はい。あなたは天才で、所詮私はサリエリだったってことよ。うん？なあ、カガリ。そうだ、アマデウスで思い出しましたけど、プロジェクトはどうなってるんですか？残念ながら、凍結されたわ。カガリ。凍結？どうして？もしかしてレスキネン教授が決めたんですか？私にもわからないわ。教授はもっと上からの指示だって言ってたけど。そんな、せっかく順調に言ってたのに。なあ、クリス。はい？あれ？私、今。君はカガリ。シーナ・カガリだよな。シーナ・カガリ。そう。私はシーナ・カガリ。私は。でも、それじゃあ、これは、この、頭の中にある記憶は何？それはマキセ・クリスの記憶だ。君の記憶じゃない。そんなこと言われてもわかんないよ。
ません。私にとっては私の記憶でしかないんだもん。マユリママたちとの記憶も、子供の頃のパパとの記憶も、アメリカの大学での出来事も、全部私の中にあるんだもん。どれが本当でどれか嘘かなんて、私わかんないよ。私どうしたらいいの？助けて、ママ、パパ。カグリタン、ちょっと気分転換に散歩でもしてきたらどう？そうね。人間じっとしてると余計なこと考えちゃうものよ。少しくらい体を動かした方がいいかもしれないわね。というわけでオカリン、カガリタンを頼んだ。わかった。その、どこか行きたいところあるかな？どこでもいいの？ああ、君の行きたいところでいい。それじゃあ、クリスさんと行ったところに連れてってほしい。え？オカリンさんがクリスさんと歩いたことのある場所に連れて行って。
オカリンさんがクリスさんと初めて会ったのはどこ？初めて会った場所。私、そこに行きたい。ここが？オカリンさん、どうしたの？すまない。汗すごい。ごめん、もしかして私のせい？いや、そうじゃないんだ。ただ、行こう。いいの？具合悪いんでしょ？大丈夫だ。わかった。それじゃあ、行こう。ありがとう。懐かしい。これこれ、私これに乗ってきたんだよ。初めてこのビルの上に降りた時にね、お空がすっごく綺麗でびっくりしたの。私、ママと別れるのが嫌で、ずっとこのマシンの中で泣いてた。ママに会いたいよって。
って。そんなことじゃダメだ。いつまでも泣くんじゃないって、鈴葉お姉ちゃんに言われて、それでも悲しくて。そんな時に開いたハッチの外に見えたのが青い空だったの。2036年の空は青くないのか？うん。戦争の影響でね。ずっと黒くて暗い空。それに、外にもなかなか出してもらえないし。オカリンさんは、ここでクリスさんと初めて会ったの？いや、ここじゃない。ここは。お。降ってきちゃった。ああ、そうだな。岡部か。生きてたか。そっか。ここだとあんたと会っちゃう可能性があることを忘れてた。何をしていたんだ。考え事。そうか。このままじゃ風邪ひいちゃうよ。早くこっちに。ここだよ。え？ここが俺とクリスが初めて会った場所だ。さっき私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして、まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？
かがり。私が怖がっているとママがよくこうしてくれたの。どうして？だってオカリンさんすごく辛そうで、今にも泣き出しそうなんだもん。あいつとクリスと初めて会ったのはここだった。ここってこの踊り場？最初の印象は最悪。初めて会ったっていうのに上から目線だわ、睨みつけてくるわで、可愛さのかけらもなかった。もっとも向こうだってそう思ってただろうけどな。でもそれでもクリスさんはオカリンさんにとって大切な人になった。あ、私の顔ってクリスさんによく似てるんだよね。どうしてそれを？真帆さんから聞いたの。それでネットで調べてみたんだけど、自分でもびっくりするくらい似てた。そんな人の記憶が私の中にあるなんて、それも運命なのかなって。ねえ、もしも。もしもね、椎名かがりの記憶がなくなって完全にクリスさんの記憶に入れ替わるとしたら、そしたら私は牧瀬クリスになっちゃうのかな。そう簡単に行くものじゃないよ。でも、もしもだよ、もしもそうなるなら、オカリンさんは嬉しい？私がクリスさんになったらオカリンさんは嬉しい？俺は、でも私はやっぱり嫌だな。このまま自分がどうやって生きてきたのかもわからないまま、誰からも必要とされないまま消えちゃうなんて。かがり、私どうなっちゃうのかな。私は このままじゃ風邪をひく。そろそろ帰ろう。とにかく上がってください。わあ、二人ともずぶ濡れ。急いで着替えなきゃ。
ママ。寒かったでしょう。お風呂、沸かしてきますね。お風呂、ママと一緒がいい。マユシーと？うん、いいよ。あ、でも、オカリンはどうする？いや、俺はいい。かがりを先に入れてやってくれ。うん、ありがとう。オカリンも風邪ひいちゃうから、着替えだけでもしてね。なんとかする。かがりちゃん？どうしたの？かがりちゃん。かがり？誰？え？あなたは誰？マユシーだよ、かがりちゃん。かがり、私の名前。かがり。違う。私は誰なの？私は しっかりしろ、カガリ。痛いよ、ママ。助けて。ママ、助けて。誰か、助けて。私を助けてよ。誰か。本当か？オカリン、なんつーグッドタイミング。岡部さん、びしょ濡れじゃない。そんなことはどうでもいい。それよりも、やったのか？むふでかしたダル。スーパーハッカーなのだぜ。これくらい当然だっつーの。ヒアジョーさんは？ヒアジョーさんの方も完成したのか？私だって、これくらいどうってことなかったわ。さすがだな。ま、これも全部、あなたやかがりさんから情報を得られたからなんだけど。そういう意味では、かがりさんの中に、クリスの記憶が残っていて助かったわね。いや、それでも完成させたのはヒアジョーさんの力だ。
ありがとう。その言葉、素直に受け取っておくわ。あとは実際にきちんと機能するかどうかが問題だけど、こればっかりは試してみるわけにもいかないのよね。そうだな。僕はキッチンジロー3回な。それじゃ、私はちょっと眠らせてもらうわ。さすがに疲れる。もう誰よ、人がこれから寝ようって時に。はい、もしもし。で、係店の方はどうなん？それなんだが。実は、あまり良くない。今日なんて、真由里のことすら分からなくなった。マジで？それだけじゃない。その後、ひどい頭痛を訴えて、意識を失った。それ、まずくね？まずいな。なんとかしないと。本当ですか？真帆たん、どうしたん？何かあったのか？荒らされたって。私の借りてたホテルの部屋。それで、詳しい状況は分かったのか？今から警察に連絡するから、何が盗まれてるか調べるためにも、早く戻ってこいって。じゃあ、何が取られたか分からんってこと？そういうのは全部持ってきてるわよ。セクハラで訴えましょうか？うひー！それだけは勘弁！まあ、私の部屋って普段から散らかってるから、荒らされてるように見えただけって可能性もある。楽観的に鍵が開けられてたっていうから、誰かが入ったのは間違いないでしょうけど。実は、ついこの間もオフィスの方が荒らされたことがあって。じゃあ、単なる偶然じゃないな。何者かが、ヒヤジョーさんの持っている何かを探しているんだ。そうね。でも、何を探しているのかは見当がついてるわ。なんだ？クリスのノート PC よ。あれか。その PC って、この前真帆たんが僕に託したやつ？何？実はね、どうしてもパスワードを解析したくて。それじゃあ、ノート PC は？無事のはずよ。ね？もちろん！今は僕の秘密のアジトにあるのだぜ。つっても、ずっとセルンのハッキングにかかりきりだったから、まだパスワードは解析できてないけどね。もしかしたら、これは使えるかもしれない。使えるって？
椎名かがりだな。おとなしくしていれば手荒な真似はしない。You fucking bitch! Oi, oi! 静かにしな。あんまりうるさくするとおめえらも困るんじゃねえのか？やるじゃねえか、バイト。店長もね。行くかよ。おじさん、そっち。
おじさん、怪我は？大丈夫？なんともない。オカリン、どうした？何があった？心配するな、こっちはみんな無事だ。それよりスズハ、奴は？おいおい、あんまり暴れるんじゃねえよ。騒ぎになって困るのはおめえもだろうが。それにまだ一本目だぜ、情けねえ。あとまだ九本も残ってる。それが終わったら目だ。それから両方の耳、鼻。まだまだお楽しみはいっぱいあるんだぜ。俺だって面倒な真似はしたくねえ。どうせ吐くんなら早めに吐いた方がお互いのためだと思うぜ。ん？どうだ？もう一本行くか？最初からそうすりゃいいんだよ。で、おめえさんたちの元締めは誰だ？ストラトフォー？おい、冗談じゃねえだろうな。ストラトフォーか。また面倒な奴らが。聞いたか、ダル。今すぐにストラト4のサーバーにハッキングをかけてくれ。オキドキ。どうしたの、店長？何か気にかかることでも？いや、ストラト4といや民間の会社だぜ。いわば金によって雇われてる連中だ。そんな奴らがいくら捕まったからって自決までするか？おい、おめえ本当に？くっ、気を失ってやがる。だらしねえ奴だ。後始末は俺に任せて、おめえらは行け。いいんですか？これで終わりじゃねえんだろ。わかりました。後のことはお願いします。おじさん、早く。わかってる。ダル、どうだ？ちょい待ち、前にハッキングかけた時のルートがあるから今探ってる。
前にって、お前そんな危険なことをしてたのか。ちょっとね、友達と賭けでね、どっちが早くハックできるか勝負したんだ。ゴーゴーカレー1年分。あれ、どっちが勝ったか聞かないん。とにかく急いでくれ。レジャー。オカリン、顔色悪いよ。いや、なんでもない。なんでもないことないにゃ、見せるにゃ。ひどい怪我してるにゃ。オカメさん、違う。オカリン、問題ない。問題ないわけないにゃ。ルカにゃ、応急手当の用意を。はい。俺は大丈夫だ。マユリ、それよりもカガリは？カガリちゃん、しかり。ママ、ママ、どこにいるの？ママはここだよ。ちゃんとそばにいるよ。ねえ、ママ、私、このまま、消えちゃうのかな？大丈夫だよ。きっと、オカリンとダル君が何とかしてくれるから。オカリンさん。そうだよ、オカリン、わかるよね。オカリンさん。心配しなくていい。もう少し、もう少しで元通りになる。オカペさん、私を消して。カガリ、彼女の中から私を消して。このままじゃ彼女が。
である。まだか。待って、もうすぐもうすぐ。まずいよおじさん。1、2、3、何人か集まってきてる。ストラトフォーだ。誰？よし、来い来い来い。シュー、誰？シュー、シュー、シュー、来て来て来て、ビンゴー。重要そうなファイルの中からサイズの大きなものを選んで。待ってよ、大きなのずっと、もしかしてこれかな。でもファイルネームジョンって。モーツァルトの洗礼名はヨハネ、きっとそれだわ。なんかよくわからんけど OK。 てか中にもファイルがいっぱいあるんですけど。見せて。ファイルが増えてる。私たちの研究段階じゃこんなに多くなかった。この中のどれかがカガリさんの記憶データのはずだけど。 K6205 だ。え？ K6205 番がカガリの記憶だ。誰？K6 に、あった！これだ！あとの手はずは、事前に話した通りに頼む。早く！完全に囲まれた！誰？準備はいいか？オールオッケー。よし、行くぞ。待って。どうした？ヤジョーさん。本当にうまくいくのかしら。もし失敗したら、カガリさんは。大丈夫だ。俺が保証する。岡部さん。おじさん！かがり。岡部さん。いいな。来た！誰？了解！
お昼だよ。うん。おかりん、寝すぎだよ。もうすぐ、かがりさんも来ちゃうのに。はふぅ、やっと起きたね。てるー、おかりん。なんだかうなされてるみたいだったよ。大丈夫？ああ。麦茶飲む？寝起きでドクペはやめた方がいいよね。そうだな。麦茶がいい。大丈夫、急がなくていい。あ、まゆしまゆし、僕もお茶ちょうだい。はーい。変動したんだよな。麦茶出すからね。マユリ、どうしてコップが4つあるんだ？だってかがりさんも飲みたいだろうから。ま、かがりが来てるのか？さっき LINE で連絡が来たよ。もうすぐ作って。そうか、何の用で来るんだ？オカリンが呼んだんじゃん。昨日 LINE で連絡よこしたっしょ。今日の正午にここに集合って。
3回カガリタンの記憶を取り戻す方法を考える会。メンバーはオカリンと僕とカガリタン。まあ今のところ成果ゼロだけども。俺が呼んだ。マユシンも参加できたらよかったんだけど、今日はバイトがあるので。カガリさんの記憶早く戻るといいね。最近のこと以外何も覚えてないなんて寂しいもんね。はい、おかりん、お茶どうぞ。ああ、ありがとう。タル君のはここに置いておくね。どうも。ダル。ん？何？カガリの記憶の上書きは成功したのか、それとも失敗したのか。何の話？カガリの脳内に残っているクリスの記憶を消すのは。何その SF 設定、怖い。オカリンついに中二病患者に復帰したん？ちょっと来い。ねえ、僕エロゲしてるんだけど。いいから。うぅ、寒。オカリン、僕を殺す気か。いいから、ちょっとだけ付き合ってくれ。確認したいことがあるんだ。今のカガリは記憶がないのか。そうだよ、つか何度も言ってるっしょ。それタイムマシンで過去に来る前の未来の記憶も含めて。ないってば。覚えてるのはここ最近のことだけ。未来のことを覚えてたら、せめてマユシにはカガリタンの正体を教えてるし。マユリはカガリが自分の娘だということを知ら。うん、それは秘密にしとくってオカリンが決めたんで。ということは、カガリが未来から来たことを知っているのは僕とオカリンとスズハ。それだけ。それだけ。オカリンが他の誰かに話してなければ。そうか、すまなかった。寝ぼけてたみたいだ。夢の内容が現実とごっちゃになったらしい。気にすんなって。僕なんか24時間夢の中で生きてますから。キリッ。それにさ、僕としてはそういうテンション高いオカリンが久々だったから、なんか懐かしく感じたお。
オカリン、なんかさっきから変じゃね？いや、大丈夫だ。気にするな。ならいいけど。つっか、いい加減寒いから戻っていい？ああ、俺も凍えてきた。それ、誰の歌だ？え？ああ、おかえり。寒いのにお外で何話してたの？ちょっと今期のアニメについての意見交換をしてたのだぜ。すごいね。なあ、今の歌って、もしかして口ずさんじゃってた？探し物一つ、星の笑う声、風に瞬いて、手を伸ばせば掴めるよ。知ってる。そうなのか？その歌は、その歌、かがりさん、かがり、星の笑う声、風に瞬いて、手を伸ばせば掴めるよ。ママ。なに？かがりちゃん、それ何の歌？これはね、とっても大事な歌なの。どんな歌なの？泣いている人を笑わせたいっていう歌かな。泣いてる人を笑わせるのが大事なの？それも大事だけど、そうじゃなくてね、この歌はママとかがりちゃんをつなげてくれた歌なの。この歌があったから出会えたんだよ。その歌がなかったら、ママはかがりのママになってくれなかったかもしれないの？そんなの嫌。ああ、ごめんごめん。そういう意味で言ったんじゃないの。
何があっても、ママは、かがりちゃんのママだよ。でも、そうだな。かがりちゃんには、この歌、覚えておいてほしいな。いつか、かがりちゃんが大事な人と出会った時のために、その人が泣いている時、笑わせられるように。ほら、一緒に歌おう。探し物一つ、星の笑う声。探し物一つ、星の笑う声。うん、上手上手。次はね、ママ。ママ、どこ？どこに行ったの？ねえ、ママ、ママ。ママ。いや、行かないで。ママ。大丈夫かな？どうだろうな。つうかさ、濡れたタオルを額に置くのって高熱で倒れた人の場合の処置じゃね？かがりったん熱はないっぽいじゃん。これ、気絶した人にも効果あるん？仕方ないだろう。他に何をしていいのかわからないんだから。ママ。今ママって聞こえた。いや、行かないで。ママ！あ、危なかった。あ、いや違う。かがりちゃんとのラッキースケベチャンスを逃したんだ。バカ！バカだ！バカ！
大丈夫か？岡部さん、私寝てたんですか？覚えてないのか？ラボに来た途端、マユシを見て気絶したんだよ。マユリさんは？君はマユリが口ずさんでいた歌を知っているようだった。歌？あ、そうです、あの歌、私あの歌知ってるんです。どこかで聞いたことがあって、ずっとずっと昔、子供の頃に。おお、来た。これこれマジで記憶回復フラグなんじゃね？マユリさんは、マユリさんはどこに？あの歌のこと教えてもらわなきゃ。マユリはメイクインのバイトがあって、君と入れ違いに出て行ったよ。カガリタンのことすごく心配してた。本当にごめんね。今日はランチタイムだけバイトを頼まれてて。オカリン、ダル君、カガリさんのことお願いね。そうですか。他に何か思い出したことはないか？どんなことでもいいんだ。他に、ダメです。他には何も。歌のことも知っているのは確かなんですけど、誰から聞いたのかとか、そういうのは全然。カガリタンさ、今気絶してる間、夢見てなかった？夢ですか？うなされてたからさ、ママって呼んでた。ああ、起きた時も叫んでたな。私、そんなことを。歌がトリガーになって、何か記憶が蘇ったりしてないかなって。ダメ、思い出せません。確かに何かの夢を見ていた気がします。とても大切な夢だったような気がするんですけど。そうか。すみません、ご迷惑をおかけして。オカリン、ひとまずマユシに聞いてみるのがいいんじゃね？そうだな。バイトはランチタイムだけって言ってたから、タイミングを見計らってメイク。私も行きます。落ち着いて、今すぐ行くわけじゃない。もう少し休んでいた方がいい。あ、そうですね、すみません。腹が減ったのか？カップ麺ならあるが。あとはマユシが買いだめした唐揚げとかバナナとか。バナナいただきます。こんにちは、フェイリスさん。
リン、最近来るたびに違う女の子を連れてくるにゃ。奥義を極め、リア充大学生のオーラをまとう能力を身につけたという話は本当だったのかにゃ。そんなんじゃない、マユリを迎えに来たんだ。そろそろバイト上がりの時間なんじゃないかと思ってな。マユシーは今日キッチン担当だったのにゃ。キッチン、今日はランチタイムのメイドちゃんたちの人数が足りなくて、この時間だけマユシーにもお手伝いしても。なあ、マユリに料理をやらせて大丈夫なのか。本人はやりたがってたけど、お皿洗いに集中してもらったにゃ。もう上がってもらったから、今は着替えてるからにゃ。じゃあ、外で待ってるって伝えておいてくれ。了解にゃ。お前に聞きたいことがあってな。さっき口ずさんでいた歌についてだ。というわけで、その歌をどこで覚えたのか教えてほしいんだ。マユシーはすずさんが歌っていたのを聞いたの。すずはが？マユシーはバイトが終わった後、よくラボでお勉強してるんだ。雨の日はね、すずさんが部屋の中でトレーニングしてるのです。腹筋とか腕立て伏せとか。それでね、トレーニングが終わるとシャワーを浴びるんだけど、出た後は髪を乾かしながら窓の外の雨を見てるの。その時にね、いつもこの歌を小さく口ずさんでるんだよ。なんていう歌なのかはすずさんに聞いたことはないんだけどね。なるほど。それなら次はスズハに当たってみるか。そうですね。ここまで来たんだ、最後まで付き合うよ。本当ですか？ありがとうございます。一度戻ろう。スズハはブラウン管工房で店番してると思う。マユシーも一緒に行く。マユリさん、いいんですか？うん、うまく言えないんだけど、かがりさんを見てるとなんかしなきゃっていう気持ちになるのです。守ってあげたいとか、助けてあげたいとか、そういう、なんでなのかな、不思議だね。えへへ。
それにね、思い出がないのって寂しいと思うから。まゆりさん、ありがとうございます。ううん、みんなで頑張ろう。あれ、すずさんの自転車がないね。おかしいな、出る時にはあったんだが。おう、なんか用か。あの、鈴葉はいませんか。さっきまで店番してたと思うんですが。ああ、あいつなら今日は上がったぜ。午後から用事があるとかでな、いつになく真面目な顔して出かけていった。何の用事かは聞いてますか。いや、バイトのプライベートまで詮索するつもりはねえからな。すずさん、どこ行ったのかな。用事って何でしょう。ゴーカレー、とにかく行ってみよう。いやー、お見事です。ゴーゴーカレー秋葉原店、今月の大食い大会覇者はお店史上初の3連覇、静かなる殺戮者さんです。あの華奢な体のどこにあんな大量のカレーが入るんだよ。カレーの女神だ。カレーの女神が権限された。名前に恥じない殺戮者っぷりだな。あの食いっぷりを見たら本職の殺し屋って言われても信じるね。優勝した静かなる殺戮者さん、おめでとうございます。すごいな。すごいですね。はあ、あれ、3人ともどうしたの。ごめん、さっきは大会の直前だったから素っ気ない返事しちゃった。すごいね、あんな大皿のカレーをペロリと食べちゃうなんて。食べられるものは食べられる時に食べる、戦場で生き残るために必要な素養だよ。戦場？私何か聞き間違えたんでしょうか。気にしない方がいいと思う。おじさん、それでかがりの記憶の手がかりって？私の歌聞こえてたの？もう言ってよ、マユ姉さん。すずさんが歌ってるのすごく可愛かったから教えた。意地悪だな。それで、その歌はどこで知ったんだ。母さんだよ。母さんが歌ってたんだ。ユキさんが？ユキさん？鈴葉さんのお母様もユキさんとおっしゃるんですか？あ、いや、そうじゃない。ユキさんのあだ名が母さんなんだ。そうそう、そういうこと。ついあだ名で呼んじゃうんだよ。そうなんですか。ごめん、その話はまた今度。
じさん、ちょっとこっち来て。あのさ、よく考えたら母さんのことは別に隠さなくてもいいんじゃない？記憶が戻らない可能性もあるんだから言わない方が賢明だと思うけどな。そうか、私としてはそれは避けたい結末ではあるけど。それでその歌をユキさんから教わったっていうのは未来での話？もちろん、母さんが料理を作りながらよく歌ってて自然に覚えたんだ。子供の頃のカガリは鈴葉かユキさんからその歌を教わったということか？それはないよ。カガリが真由姉さんの養子になったのは母さんが死んだ後だから。私も人前で歌ったことなんてないんだ。カガリに聞かせたこともない。あの頃は生きるのに精一杯でそんな心の余裕なんてなかったからね。無意識に口ずさんでるなんて自分でも知らなかったくらいなんだ。カガリがこの歌を子供の頃に覚えたんだったら、それは真由姉さんから教わったんだと思うよ。そうか。なら次はユキさんに当たってみるか。なんだか伝言ゲームめいてきた。私はタイムマシンの整備もあるし付き合いそうにいないな。カガリのことよろしくね。ああ、というわけだ。そっか、じゃあ次はユキさんだね。マユリ、連絡取ってもらっていいか？大ごとになってしまってすみません。気にしなくていいよ。それにね、マユシーはカガリさんとこうしてお散歩できて楽しいのです。ありがとう。私もマユリさんとお話ししながら歩いているとなんだかゆったりした気分になれるんです。あー、それマユシーも一緒だ。私たち気が合うのかもしれませんね。えへへ、嬉しいな。来たよ。実は今橋田さんとデート中だって。わー、そうなんだ。あの二人お付き合いしてるんですか？デートするほど進展していたとは聞いてないぞ。夕方にはラボに来るみたい。夕方か、時間が少し空くな。でもデートの邪魔しちゃ悪いよ。そうですね、待ちましょう。はっ、どうした？あれだな。
とりあえずいつものダルに習ってこう言っておこう。ダル、リア充爆発しろ。悪いよね。とはいえこれはなかなか見られない光景じゃないか。それは確かに。二人が食べ終わるのを待って偶然合流した感じにするか。アユシーは賛成です。口の端にトマトついてますよ。拭いてあげますね。いや大丈夫大丈夫、自分で拭くから。でもいつもハンカチ持ってないじゃないですか。ほらこっちに顔向けてください。僕の体液がついたらアマネシのハンカチが汚れて出てしま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 。汚いなんて思ったりしませんよ。はい、拭きますよ。何やってるんだあいつ。仲良さそうで羨ましいな。お似合いですね、あのお二人。そうか。いいな、幸せそうだな。マユリさん、お腹空いてるんですか？バイトが終わってからお昼食べようと思ってたから。なんだそうだったのか。じゃあ何か注文するか。ここは俺がおごる。いいの？手伝ってくれているお礼だ。やったー、オカリン太っ腹だね。じゃあね。イチゴとクリームがいっぱい入ってるの。わかった。かがりは？私はさっきお昼食べさせてもらいましたから。一緒に食べようよ。遠慮しなくていいよ。すみません。じゃあバナナとチョコの。了解だ。ほっぺにクリームついてるよ。
マユシーが取ってあげる。大丈夫ですよ、自分で拭けますから。はあ、マユシーが取ってあげたかったな。もう、マユリさんたら困ります。どうして？どうしてって、マユリさんに言われるとなんか変な気持ちになっちゃうから。変な気持ち？はい、なぜかマユリさんにすごく甘えたくなっちゃうんですよね。おかしいな、私の方が年上のはずなのに。それはかがりさんがマユシーを好きだってことだよね。マユシーもかがりさんのこと大好きだよ。マユリさん、私は。ああ、マユリのそれに深い意味はないから気にしないでくれ。そうなんですか？ねえねえ、マユシーにも一口ちょうだい。あーん。あーん。しょうがないな。はい、あーん。ちょっと考え事をしてた。オカリンもクレープ食べたくなっちゃったのかな。今からでも買ってきたらどうですか？大丈夫だよ、昼飯はさっき食べたし。あ、そうだ、じゃあマユシーの一口あげるよ。あーん。それなら私のも。バカ、やめろ、恥ずかしいだろ。オカリン、岡部さん。ね、って岡部さんじゃないですか。ねえ、オカリン、なぜここに？もう、声をかけてくれればよかったじゃないですか。ごめんなさい。お邪魔しちゃ悪いかなと思って。ずっと見られてたことの方が恥ずかしいですよ。それでユキさん、どうかな、その歌どこで知ったのか覚えてないか？覚えてますよ、最近のことなので。私、お菓子教室でバイトをしてるんです。講師の先生の補佐役なんですけど。ほら、私お菓子作るの好きだから。まだまだ修行中なんですけどね。ユキさんが作るお菓子はものすごく美味しいんだよ。そうなんですか？今度かがりさんも一緒に作ろうね。はい、ぜひ。
そのお菓子教室と歌にどんな関係が？ああ、そうそう。教室に通ってる生徒さんの一人が調理の間、その歌をいつも口ずさんでて、本人は無意識みたいなんですけど、それを歌ってる時はとても幸せそうな顔をされていて、私もいつの間にか覚えちゃいました。その生徒はユキさんの知り合いなのか？例えば俺の知っている人だったりしないか？それはないと思います。割とお年を召している女性なので。ひとまずその生徒さんに話を聞いてみよう。ユキさん、すまないがその人に連絡を取ってもらえないかな。生徒の個人情報だったら俺たちに教えるわけにもいかないだろうし。別に構わないですよ。教室といってもそんな大げさなものじゃないですから。その方の携帯のメアドも聞いてますし、よくお話もしますから。あ、あったあった、この人です。なんてあんたのお友達だったんだ。そっか、歌ね。口ずさんでるなんて全然気づかなかったわ。ちょっと恥ずかしいわね。その歌はどこで覚えたんだ？どこでって？ラジオで流れてたとか、他の人が歌っているのを聞いたとかさ。あんただけど。え？あんたが前に歌ってたのよ。何言ってんだよ。そんなわけないだろ。ほら、あんたが中学生の頃、まゆりちゃんが塞ぎ込んじゃった時期があったでしょ。おば、みんな心配してたけど、まゆりちゃん、ある日を境に元に戻ってくれて、ほんとよかったわ。でも、代わりにあんたがおかしくなっちゃったのよね。なんだっけ？上記のバッドサイレントテスト？やめて。あんたがそのバッドなんとかにかぶれ始めた頃、お風呂に入るたびに歌ってたのよ。さんざん聞いてるうちに覚えちゃったわ。俺が歌っていた？そうよ、覚えてないの？あ、お客さん来た。じゃあね、雨が降りそうだから早く帰ってきなさい。マジか。わかりましたか？となるとどういうことなんでしょうか？
歌なんて歌ってたか。マユシーも覚えてないな。ダメだ、思い出せない。どうしよう、手がかりなくなっちゃったね。落ち着いてください、マユリさん。岡部さん、そのマユリさんが落ち込んでいた時っていうのは何か手がかりになりませんか？そうは言っても何か特別なことをしていたわけじゃないからな。マユリが墓参りに行ってるのを迎えに行くくらいで。じゃあそのお墓に行ってみませんか？何か思い出すかも。ここまで来たなら最後まできちんと確かめてみたいですから。おかりん、マユシーからもお願い。わかった、行こう。ありがとうございます。私、傘持ってきてないんですよね。天気予報では降らないって言ってたから。マユシーもだよ。雨が降り出す前に切り上げるようにしよう。はーい。おばあちゃん、オカリンが来てくれて喜ぶだろうな。そうだな。それに今日はかがりさんも来てくれたし、マユシーの素敵なお友達をおばあちゃんに紹介できるのが楽しみなのです。マユリさん、おかりん早く行こう。マユシーはおばあちゃんに話したいことがたくさんあるのです。そうだな、急ごう。すっごく心配だったんだけど、どうしてもバイトに行かなきゃいけなくて。だからオカリンとダル君にかがりさんのことお願いって言ってラボを出たの。でも本当は心配で心配で胸がはち切れそうだったんだよ。岡部さん、あの…ああ、マユリのことなら気にしないでくれ。あれは、儀式みたいなものなんだ。儀式？ああ、マユリはおばあちゃん子でさ、そのおばあちゃんが亡くなった時には、魂が抜けたみたいになってたんだ。半年くらい誰とも口を聞かずに、毎日ここに来ては一日中ぼんやり立ってた。まるで自分もおばあちゃんのところに行ければいいのにって。それを岡部さんが連れ戻したんですよね。どうしてそれを。まゆりさんから聞いちゃいました。
あいつめ。いいじゃないですか。かっこいいですよ。マッドサイエンティストの鳳凰院京馬さん。やめてくれ。あの時は必死だったんだ。後から思えば正解だったわけだけど、やっぱり恥ずかしい真似をしたと思うよ。連れてなんて行かせない。真由里は俺の人質だ。人体実験の生贄なんだ。どこにも逃がさないからな。ほっか。まゆしりは人質なんだね。じゃあしょうがないね。とても素敵なお話だと思います。そうかな。そうですよ。あ、ん？降ってきました。こんなに早く降り始めるとは思いませんでしたね。どうします？一旦雨宿りできる場所を探そう。コンビニで傘を買ってもいいし。わかりました。真由里さん、一度駅に戻りましょう。え？ああ、雨だ。ひゃー、ずぶ濡れだよ。先に傘を買っておけばよかったですね。これじゃシャワー浴びないと風邪ひいちゃうね。そうだ、かがりさん、まゆしーのお家来る？一緒にシャワー浴びようよ。あれ？聞こえるって何が？声が聞こえる。かがりさん？私、行かなきゃ。昔はね、今みたいに空気が汚れていなかったから、みんな雨に濡れても気にしなかったんだよ。
ママがかがりちゃんくらいの年の頃はね、雨が降るのは楽しみだったんだ。オカリンと一緒にお外を走り回ったの。雨の中を走るとね、まるで海の中を泳いでるみたいなんだ。オカリンとママはね、その中を泳ぐ魚なの。世界でたった2匹だけの。楽しかったな。それはいつのことだっただろう。1998年に鈴葉お姉ちゃんと別れ、私がそこから逃げ出したのはいつのことだっただろう。逃げ出した理由は、急にママに会いたくなったから、それだけだった。目が痛くないなんて変な感じ。生きている雨より死んでいる雨の方が好きなんだろうな。そうじゃなきゃ未来の雨が死んでいる理由を説明できないもの。
探したよ。ほら、行こう。どうしたんだい？私、行かなきゃ。トラックに跳ねられそうになったんだ。怪我はなかったんだけどな。気を失ってたから念のために救急車を呼んだ。君は保険証を持ってないから医療費はとんでもない額になるかもな。しょうがないよ。あの時はそうするしかなかったもん。かがりさんが無事でよかった。オカリンがね、ギリギリのところで助けたんだよ。二人とも死んじゃったのかと思って。まゆしいわ。泣くなよ、まゆり。ぼんやり覚えてます。岡部さんが飛び出してきてくれたこと。ごめんなさい、私どうかしてた。ありがとう。いや、無事ならいいんだ。
当に心配したんだから。マユリさん。うん、違う、そうじゃない。この人はマユリさんじゃない。うん、そうだ、この人はママだ。やっと、やっと会えた。ママ。ママ？あ、かがりさん違うよ。マユシーはママじゃないよ。違ってなんかない。ママはかがりのママなの。ママって、かがり、記憶が戻ったのか。おかりん、おじさん。うん、全部思い出した。私は椎名真由里の娘、椎名かがりだよ。だってかがりさん、マユシーより年上だよ。それにマユシーはその赤ちゃん産んだりとかして。ママ、私は未来から来たんだよ。未来のママは孤児だった私を引き取って養女にしてくれたの。マユシーが？そうだよ、私に生きる理由を与えてくれたのがママなの。ママはね、私を危ない目に遭わせないために一番安全なところに逃がしてくれた。安全なところ？過去だよ。ママが幼かった頃の、まだ平和だった日本でなら安全に暮らせるだろうって。はあ、でもやっぱり寂しかった。ここにはママがいないんだもの。どんな安全な場所でもママと離れ離れになるんじゃ意味なんてないもん。ママ、会いたかったよ。かがりちゃん、ごめんね、ごめんね。ごめんね、辛かったよね、寂しかったよね。ママのせいでずっと泣いてたんだよね。ごめんね、ママ。こうして私、椎名かがりは全ての記憶を取り戻した。それからの数ヶ月間はただ楽しかった。毎日のようにラボに集まって、ママやその友達と遊んだ。みんな本当にいい人たちだった。退屈する暇なんて一秒もなかった。特にママはできるだけ時間を作って私と一緒にいてくれた。一緒にご飯を食べに行ったり、一緒にショッピングに行ったり、目的もなく一緒に散歩したりした。他愛もないその全てが、私が心の底から求め続けていたものだった。以前は
頭の中に響いていた声もママとたくさん話しているうちにいつの間にか聞こえなくなっていた。ママはどんな時でも笑顔を私に見せてくれた。そして心から嬉しそうに私の話を聞いてくれた。本当に本当に幸せだった。お泊まり会も何度もした。ラボやママの家やルカ君の家でお菓子を食べながら遅くまで話して、夜はママと同じ布団で眠りについた。布団の中では小さな声で二人であの歌を歌った。ママが二人をつないでくれた歌だと言ったあの歌を。確かにあの歌は私とママとをつないでくれた。私は小さい頃にママにこの歌を教えてもらった。ママは鈴葉お姉ちゃんから聞いた。鈴葉お姉ちゃんはユキさんから、ユキさんはオカリンおじさんのお母さんから、オカリンおじさんのお母さんはオカリンおじさんから、そしてオカリンおじさんは、確かなことはわからない、でももしそうだったらそれはとても素敵なことだ。他にもママとたくさん話した。学校の話、ラボの話、オカリンおじさんの話、未来の話、恋の話、本当にいろんなことを。ある時ママが急にこんな話をしたことがあった。ねえかがりちゃん、マユシーはね、思うのです、この歌は大好きな人を励ます歌なんじゃないかなって。その人は大切な宝物をなくして悲しくて悲しくて眠っちゃったの。どんなに揺さぶっても眠ったまま、それくらい悲しかったから。でもね、その宝物は実はなくなってないんだ。本当はちょっと手を伸ばせば届くところにあるの。だけどその人は宝物がすぐ近くにあることに気づかないで。でもね、その人はきっと本当は誰かが起こしてくれるのをずっと待ってるんだ。だってね、その人はそばにいるから、いなくなったわけじゃないから。それがいつになるのかわからないけど、それでもいつかきっと目を覚ましてくれる、そういう歌なんじゃないかなって思うんだ。そしてママは私を見てにっこりと微笑んでくれた。カーテンから漏れる月明かりでぼんやりと見えたママの瞳がとても澄んで見えた。初めて見る綺麗な色の瞳だった。けれど後から思うと、あの時のママの瞳は以前にも見たことがあった。あの時、私が記憶を取り戻したあの雨の日、ママは私を抱きしめながらあんな瞳をしていた。あの時ママはずっと同じ言葉を繰り返していた。ごめんね、かがりちゃん、ごめんねと。そのごめんねはママが未来のママ自身の代わりに謝っているんだと思ってた。未来のママが私を一人ぼっちにしたことを謝っているんだって。けれどそうじゃなかった。あの時ママは他の誰でもなく、2011年の椎名真由里として私に謝っていたんだ。私を一人ぼっちにしてごめんねと。
そのことに気づいたのは半年後。2011年7月7日、七夕の日だった。本当は分かってた。こんなところに呼び出して、ママ、何の用かな。何かサプライズでも考えてるのかな。早く戻って、準備の続きしなきゃ。ママと一緒に。本当は、分かってた。この呼び出しが何を意味するのか。分かってて、でも自分に対して分からないふりをしてた。本当は、ここには来たくなかった。見たくないものから目をそらしていたかった。早く行かなきゃ。ママが待ってる。どうして、今になって。ママ。あ、かがりちゃん、てってるー。ママ、どうしたの？どうしてここに呼んだの？かがりちゃんはこれに乗ってきたんだよね。急に何？そんなしみじみ言うことじゃ。どうしてタイムマシンのハッチが開いてるの？カガリ、お前どうして？それはこっちのセリフだよ。二人で何してるの？マユ姉さん、カガリには秘密にしておくって約束したじゃないか。黙っててごめんね、すずさん。まゆしーね。どうしてもかがりちゃんにはちゃんとお別れを言っておきたかったの。すぐ終わるから準備を進めておいて。わかった。終わったら乗って。秘密？お別れ？準備？ママも鈴葉お姉ちゃんも何の話をしてるの？私、全然わからないよ。本当は、わかってた。本当は、ママからメッセージが来た時から、もうわかってた。でも、認めたくなかった。タイムマシンが、またかがりとママを離れ離れにしてしまうことを、認めたくなかったの。あのね、マユシーは、これからスズさんと一緒に、タイムマシンに乗るの。大事な人に、目を覚ましてもらうために。
無理だよ。世界線は収束しちゃうの。ママや鈴葉お姉ちゃんがどんなに頑張ったって変えられない。誰にも変えようがないのよ。そうだね。きっとマユシーじゃ変えられない。だったら。でもね、オカリンは別なの。オカリンには未来を変える力がある。そのオカリンを、あの日のオカリンの背中をちょっとだけ押すぐらいなら、マユシ、チャンスはあの日だけだから。うまくいくわけない。それでもマユシーはもう一度会いたいんだ、鳳凰院京馬に、私の彦星様に、もう一度会いたいの。そんな。でも本当は分かってた。私は、私はどうなるの？もしオカリンおじさんがシュタインズゲートへたどり着いたとして、そこでは戦争が起きないかもしれない。そうすればたくさんの人は救われるかもしれない。だけどそしたら私はママと会えないよ。そんなことどの未来でだって、マユシーとカガリちゃんは会えるよ。その世界ではカガリちゃんは一人じゃないかもしれない。本当のお父さんとお母さんがいて幸せに暮らしているかもしれない。でもマユシーはそれでもカガリちゃんに会いに行くから。それでね、カガリちゃんととってもとっても仲良しになるから。だからカガリちゃんは何にも心配しなくていいんだよ。私もママもお互いのことを忘れちゃうかもしれないんだよ。私のことを覚えていないのにどうやって会いに来てくれるの？絶対無理だよ。ううん、マユシーにはきっとカガリちゃんがわかるよ。なんで、なんでそんなことを言い切れるの？だってね、それが運命だもん。マユシーとカガリちゃんの絆はどんなことにも負けたりしない。だから今の記憶がなくなっても絶対にマユシーはあなたを見つけ出すから。ママ。
ママの代わりに私が行く。カガリ、お前正気か？カリンおじさんは私が何とかしてみせる。だからそこで待ってて。カガリちゃん、鈴葉お姉ちゃん、ハッチを閉めていいのか？うん、わかった。カガリちゃん、ママ私ママのことずっと愛してる。過去も今も未来でも。まさかもう一度お前と乗ることになるとは思わなかった。一番最初に戻っただけだよ。最初とは大違いだ。あの時のお前はピーピー泣いてた。鈴葉お姉ちゃんだってちょっぴり泣いてたくせに。そうだな。行くよカガリ、過去へ。瞬いて手を伸ばせ。